10時半ぐらいからかな、勉強しよって、12時ぐらいに多分寝落ちして、2時ぐらいに1回起きてやばいと思ってちょっと勉強したんやけどもう1回寝て、で起きたら6時半とかで、やばい今日夜もしかしてレッスンが遅れたら配信できんと思って、それで風呂入って配信始めました。北斗の高さんありがとう、レインボースター、おはようございます。あと今 75% ぐらい終わって、あと 25% ぐらいが残ってるはず。今 78% まで終わってるから、あと 22%レポート提出とまた動画勉強。今日昨日の夜ね、もも肉をね寝かしつけとるやん寝かしつけとるんですよ。あーちゃんさん集まるありがとう。寝かしつけとってもも肉だから、この後配信終わったらご飯食べる。もも肉昨日夜なんか夜めっちゃお腹空いて食べようと思ったんよね。でもいや缶はと思って、食べたらデブになると思って我慢したんよ。めっちゃお腹空いてて今。そう、なんでもも肉かっていうと、この前なんかもらったんですよ、豚バラ肉ともも肉を。でその時のもも肉が残っとって、冷凍やったからさ、どっちみち使うのに解凍せんくていかんくて、で解凍していろんなねみりんとかいろいろ、みりんじゃない、酒と塩コショウで下味つけて今冷蔵庫で寝かしてるから、いつでも料理できる万全の状態ない。ゆくちゃんと同じやつかな、多分メンバーさんほとんどもらってると。はい、ねみさんかわいい、斉藤さんかわいい、ありがとう。可愛くない本当にそう、睡眠学習してました。私記憶ないです。おはよう。そこなったからもも肉とオートミールを食べてレッスンまでの体力をつけます。スライソニアさん白バラありがとう。めっちゃさ、めっちゃ足に傷があるってさ、かさぶたが早く治れ。これ使ってる、なんか傷跡にね、いいはず。傷、やけどの跡とかで、傷の跡で、でもねマシになってきてるの、これ塗ってたら、かさぶとがなんか色が治ってきてるって感じ。これ私はくるぶしとかの塗ってる。アットのジェル、アットのレッスン行くまで勉強して、とりあえず本当にそこの古典があとちょっとで本当にやっと終わるから、それを終わらした後に本を読まないといけなくて、本を読んで行くか。でももうちょっとで瀬戸宗のやつも提出しないと、だから瀬戸宗の台本も、まあ今日は考えなくていいけど明日考えないといけない。なんかでも今日終わったら明日明後日もでもお休みなのね。なんか最近お休みが多い、やばい、ネキパンスパジャマ、なんかお休みがいっぱい多いので、明日もお休みなので、明日明後日、瀬戸宗は明日にすればいいか、とりあえず勉強と
読み、絵本を読む、絵本じゃない小説読む。今日休みが多いんですよ。おはようです。もう勉強が嫌です。バンバンバン。でも本当にもうあと半年、サーハンは11月ぐらいに勉強終わる予定だから、今の調子だと、まあその後テストとかあるんですけど、だから11月の話し予定だから、と7、8、9、10、11、あと9ヶ月で勉強が終わる、半年で勉強が終わる予定から、本当に頑張らんと。そう、木曜僕超え、そう水、火、水、休みない。そう、うちの学校特殊で普通の学校じゃないから、あの早く終わるんよ、3月とかに終わるんじゃなくて、だからめっちゃ勉強量が多いよね。本当やったら12月の半ばに終わる予定やけど、1ヶ月ね早めにスタートしてるから、11月の半ばに終わる予定だから、もう早く終わらせたいから。でも勉強終わったらめっちゃ楽なの。去年とかもう1年とか2年の時に12月までに終わっとって、勉強がもうねハッピーハッピーだった。3月ぐらいまでマジで何もなくてめっちゃねハッピーだったの。だからハッピーな時期に行きたい、もっと早く行きたいので、もう早く終わらせたい。な、洗濯が終わった。さすがに朝風呂上がって洗濯したから、2学期とかじゃないんです。なんか普通の学校じゃないの、通信見て、こんな前髪が伸びた、この前髪切ってから。前髪を薄くしたいからこっちに伸ばして、なんか早く終わらそう勉強。終わってもうハッピーになりたいですね。私ってこれは伸ばしてるんですよ、前髪を薄くしたくて。一回伸ばしたのもある、触覚みたいな長さになったけど、これももともと前髪だった。最近は本当に前髪薄いのハマって流行ってるから、鼻のなんかあともだいぶなんか治ってきた、皮がめくれて。待ったやつ、配当さん可愛い、ありがとう、可愛い。前髪開けたの可愛かった、嬉しい、やったね。今日は17時5分から声ラジです。皆さんハートありがとう、バニラモサさんバダラありがとう、よろしくお願いします。そしてロードモバイルさんもよろしくお願いします。喧騒隊、喧騒、待って、総体とかめっちゃ懐かしいし、中1のやつしか出て、中1と中2出たか、中2のやつギリギリ出たんだった。中2の総体、夏の総体でがちょうど団体戦の日が確かドラフト会議の二次審査に確かかぶっとったんよね確か。でも個人戦は出れたんよ、あの市じゃなくて地区の、市勝ち上がって地区の大会に行ったんですけど、市がいっぱい集まってるんです。あれの個人も出場できて団体も出場できたのに、個人戦の日は大丈夫だったんだけど、団体戦の日が二次審査とかぶってて、これは団体戦出ないから絶対に受からないとって思って行ったら受かったっていう話。
懐かしい早退とか中1の時全然ダメだったけど中2個人行けたからめっちゃ良かったって感じだったね。あ、違うかもそれ新人戦かもしれないな私は言ってるの。早退、あ、でも早退団体戦出た気がする。忘れた忘れちゃった。剣道の大会とか出たいな。みんな 今も剣道してるのかな。選択に迷う、いや迷わないですよ。あ、みんな闇の巣窟行こう。闇の巣窟、闇の巣窟行かん。闇の巣窟行こうや。闇の巣窟おはよう。闇の巣窟行こや。スライスオニオンさんお花ありがとう。ハートもありがとう。ローモバローモバ。たまたまさんハートありがとう。声ラジブログに写真載るか大丈夫。お、ちゃんと読んでくれとるブログ書いとるんやけど。そうだよみんな声ラジのやつブログがあるので見てください。多分載せたことない写真を載せてると思うので。あとブログ内容も毎週週によって違うのでテーマがそれによってこう変えてるブログの内容なのでぜひ小屋地さんのブログホームページから見れるのでブログ読んでください。もちろん小屋地の放送内でも喋ったりするんですけどその小屋地の内でも喋ってないようなことも載せてる時あるのでよろしくお願いします。みんな集まって嬉しい、ありがとう。ダークマークって何？チラッチャーン。寝てる間にバリア切れて起きてたら資源がほとんどなかった。え、そう、私も昨日バリア貼るの忘れてた。資源なくなってんのかな。でもメール来てなかったから多分大丈夫なはず。多分大丈夫だ。かわいい赤いペガサスさんのキラキラキラッピだっけ。かわいい。夢の巣窟をくれた時の報酬。なるほどね。昨日みんな闇の巣窟いたらしいですね。初勝利っつってチャットに書かれてたから私が参加できない時間帯に勝利してる、やだーってなった。おはよう、おはよう。しもう小麦が足りん、食料がなんかめっちゃ作っとるんやけど食料がずっとピコピコする。悲しい。食料のとこも育てていけんし他の周りのやつも
強くせんといけんし、もう大変。あたふたあたふた。また爪のやついかないとな。なんか爪はさ、めっちゃ切らずに伸ばしてるんやけどさ、なんかね、どんだけ伸びたか分かるんですよ、これ。この爪の綺麗にしに行ってから、なんか塗られたんですよね、爪行った時に。こうツヤツヤすると思うんですけど、塗られたんですけど、こう塗られたとこと塗られてないとこが発生してるわけですよ。ちょっとショールームでは絶対に伝わらないんですけど、このテカテカ使ってるとこ、使ってないところがあってね、こんだけ1ミリ2ミリぐらい伸びてるんですよ、前回爪きれいにしに行ってから。それが実感できるからいいね。白いとこ長いとなんか気持ち悪いな。ピンクのところをね、増やしたいんですよ。小指きれい、小指きれい。テカテカ、そう、爪、深爪がすごく嫌で、綺麗にしたくて。なんかさ、手にね、塗るオイルもらったんですけど、なんかラベンダーの匂いが、初め大丈夫だったんですけど、途中からちょっと苦手になっちゃったんだよね。おはよう。お腹すいた。ラペコアムシ。ラベンダーの匂い。ラベンダーの匂いがね、すごいんですよ。キューティクルオイル、手が乾燥したりするところに塗るんですけど、こうやって塗ると爪がさらにね、綺麗になるらしい。なんかね、いい匂いなんだけど、嗅ぎすぎたら鼻がやられる。これでなんか爪の皮がめくれたりするのが減るらしい。オイルを塗ることで乾燥なるらしい。私右利きやから、右手塗る時のペンの持ち方が独特すぎるんやけど。爪を保護するんだって、これ。でも私なんかすごいさ、爪なんか皮がめくれよったんよ、めっちゃ。ここがささくれよくなりよったんやけど、これを塗るようになったりしてからささくれが減りました。わかる。なんかさ、利き手じゃない、利き手の方のさ、爪とかさ、切るの苦手だよね。めっちゃ形変になるもん。切るっていうよりなんか整える、こういうシュッ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 みたいな。そう、爪切り切っちゃ、爪切りで切っちゃダメなんですよ。私今まで爪切りで切っとったんやけど、その爪のね、いた時に爪切りできると白い部分が増えちゃう、逆に増えちゃうので、こう押してなんかダメらしい。知ってると思うけど、コメ送った、ありがとう。そう、プレゼント皆さんからね、たまにいただくんですよ。嬉しい、ありがとう。ギフト、小指全然ないから、ある人うらやましい。私ね、本当に横長の爪がいい、嫌になってきた。ホモタンさんの爪マジで綺麗なの。なんかやってるとめっちゃ綺麗なの。もう長いし、私横に長いから。でも小指はね、まだ綺麗な方なんだよね、多分だけど。何が基準か分からんけど、
そう、米ゲーム、ゲーム、ゲーム、もちろんゲームです。あれ、ペロペロ。7時50分、早っ。じゃあ配信終わったら勉強しながらご飯食べて、本読んで、レッスン行こう。かおちゃんさん、あとありがとう。パッパッパン、おはよう。コナンは明日と明後日全部存分に見れるから、終わらせないといけないことを先にやる。何でを読みます。13位雄大さん、12位帝国さん、11位タルボーさん、10位スライスオニオンさん、9位タムタムさん、8位ヒロさん、7位ヘルムビーゲさん、6位モミさん、5位ミロさん、4位スライスオニオンさん、3位斉藤さん、2位アーチャーさん、そして1位は北斗タカさん。ありがとう皆さん。ただいま第2回48タイムズガールズコレクション2021の、投票受付、投票中です。ぜひ投票してくださると嬉しいです。速報発表が6月17日3日後ですねにあるので、その速報、速報でもう多分ね、なんかもう本当にいろんなメンバーさんがノミネートされてるメンバーさんがもうすごいいっぱいツイートとかしててすごいと思うので、みんな多分すごいんですよ。そのね、西勢すごい、 HKT さんとか NMB さんとかチームメイトさんとかすごい強いと思うので頑張っていきましょう。なので持ってる方はぜひ投票してくださると嬉しいです。みんなもハッシュタグフォーティッドタイムズさんとシナのソラハでツイートしてくださると嬉しいです。チャンスをつかめ。オリジナルのハッシュタグね、そう、みんななんか作っとるんですけど全然パッと来なくてどうしようって感じで作ってないんですよ。結局考えに考えた結果。パワーテさんファイト、ミュウさんハートありがとう。ということで配信を終了します。テロップもちゃんと出たということで安心してレッスンこれで行きます。チーズありがとう。では頑張ります。新しい週間頑張ろうね。では終わります。ありがとうございましたみんな。ヒト、今日も一日バイトルブ二度寝する方はお休み中では、バイチャラポー、またね。ありがとうございました。バイバイ。